ちゃ伸びてるよ。そろそろ変えなきゃです。フライングで久しぶり行っちゃうの最高だったよ。そう、曲振り間違えちゃうと、めっちゃ垂れね、それな、めっちゃ垂れてるわ。かわいい、これはかわいい、この寒い時期にとっても合いそう。ちょっと声聞こえる？また。弟がね、電話してんのよ。さっき弟とね、プチ喧嘩したから。みんな今日何をしてましたか？弟くんなんかね、聞いてほしい。なんかテストがあるらしくって、今度いつか知らないけど、でなんか電話、友達と電話して教えてもらうみたいな言ってて、いやいや、そうやって友達と電話したら絶対プライベートの話になるからやめなって、あの集中できないよって言ったの。でも無理でした。勉強はかどれない、はかどらないよって教えたんだけど無理でした。みんなはね、今日何してたの？教えて。姉はのひなちゃん、返せるんです。そう、なんか最近早寝、今日も6時起きだったんだよ。エピックスカフェ行ってみて。そう、あのね、6時起きなの、だいたい私の毎日って。で、明日やっと、あ、明日はいつもより遅いかな。それはさ、ね、多分うさ耳だと思う。かわいい、ありがとうね、ファンの子、ありがとう。たくさん着るよ。
他にいただいたお洋服もたくさん着るよ。ありがとう。あんな光った。アラームいっぱい設定する派だよ。でもね、起きれない。ねえ、弟うるさいよ。大学行ってからリハしてごめん。そう、頑張ったよ今日は。でも楽しかった公演、久しぶりだった。早く会いたいな。だっていつ会えるかな。いつ会えるかな。髪乾かしながらスクショしてた。器用すぎない？器用だね、めちゃくちゃ。弟と行くとはよく喧嘩する。うん、めっちゃしてるよ。あんま一緒にいる時間少ないけど。リアル話が応募して当たりますように。早寝するのは、いや私ね、何時ぐらい寝てるかな。1時半とか。11月8日の波動行きます。え、そうなの？そう、8日波動あるんだよみんな。うん、多分負けるんだけどね。なるちゃんがいるのよ。高校の友達に同じひなこちゃんをしよう。え、嘘、振りすぎるんだけど。そんなことある？え、じゃあ5時間も寝てないでよ全然。だからうん、そうね、4時間半とかかな。私つい最近11時前には寝てた。はいや、いいな。私もでもそんぐらいに寝たい本当は。でもね、寝る準備が遅いよそもそも。いや、また勝ってほしいな。いやー無理、なるちゃんめっちゃ強いらしいよ。さすがにね。あくび止まらへんね。そう、止まんない、どうしよう。唇はこんなにも近づいてるのに、新しいリップゴルス。なんか顔怖っ。これかわいいな。ちょっとちょっとちょっと、ちゃんとたくさん着る。今日もらったお洋服は大学とかプライベートもたくさん着よう。今聞こえた？今日も眉毛綺麗だね。私さ、眉毛綺麗本当に。みんな眉毛のことどう思ってる？今来ました。いらっしゃい。
いいのが話すと地上一気に笑い声に包まれてすごいね。いや違う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 、今日はね、いろいろとね言い間違えたのよ。キリッとしててかっこいい、好きな眉毛めちゃくちゃ綺麗、お肌めっちゃ綺麗、私眉毛全然ないから羨ましい、みんな優しい。私眉毛もともとめちゃくちゃあるんよ、もうこんなんじゃない、これこんなんじゃない、うん、私すっぴんの、ね、眉毛も最近ねめっちゃね生えて戻ってきたんだけど、ね、前なんかねマジやばかった、なんか前髪パッツンだから眉毛描かなくてもいいかとかっていう思ってたのね。だからもうすごい、もうね昔もうこんぐらい幅あったんじゃないか説あるよ。いやこれはちょっと広すぎるか、多分私って男だったらめちゃくちゃイケメンだよね、思わない？眉毛濃いし、なんか男だったら多分とんでもないイケメンだったかもしれん、ちょっと思わん？自分で言うのやばすぎ。弟くんがイケメンでしょ、うん、イケメンなのかな、うん、なんか分かんない、でも似てないよ。ダンスをしてみてほしいだって、うん、ちょっとだけやってみたい。男だったら弟でお兄ちゃん家の顔とか、確かダンスってどうやってやんの？むずい。ダンスむずい。おめでとうとしか言えない。お話し会のコスプレまだ決めてないねえ、どうしよう。でもね本当にそろそろ決めなきゃやばいんだけど、どうしようどうしよう、ちょっとどうしよう、コスプレどうしようどうしよう、マジで決まってない、やばいやばい、ひなちゃんと付き合いたいだって。多分私と付き合ったらどうなっちゃうんでしょうか、私と付き合いたいとか思う人いるんだこの世の中に。メイドとかぶんなって絶対メイドね、ありだと思った私も、メイドかポリスか、メイドかポリスか、あとなんかあったんだよな。お友達になりたい。あ、お友達はね、え、もうお友達じゃなかったの私たちって。でも私と付き合ったら絶対めんどくさい。いや、わかんない。どんな感じなんだろうね。でも親にもさ、言われるもん。私本当に、付き合ったらどうなっちゃうんだろうねっていう。どういう感じの人になるかわからんよね。びっくりした。よく親と話してる。Yeah.
母っていうのよ。母とよく話してお話ししていますわ。華やかな光、爆破さた包む夜の風に、ブリバックシェイブ、神様が。なんか重そうな感じがちょっとする。いや、やっぱりよく言われる。重いんかな。だとしたらちょっとおもろいね。なんかどうする。ねえ、今日早く帰るって言ったじゃん。どこ行ってたの。早く帰るって言ってたじゃんみたいな。めんどくさくない。言いそう。母も絶対美人やん。お母さんのことなんでる。え、お母さん、ママじゃない、お母さん。ストレス溜めすぎてえぐい、助けたい。どうしたの。束縛するタイプ。束縛って何。束縛ってさ、束縛てか、なんか束縛する必要がない人と付き合いたいさ。ちょっと受ける。それはなんていうの。でも何、束縛って何なの。どういう系。ドセイロン、私重いって言われる。でも重いもいいことなんじゃないの。重すぎるのはあんま良くないのかな。でもひなこは彼女にしては幸せなんだろうな。いやー、どうだろうね。かつてなんかもう私付き合ったこともうないもん、ほぼ。1時間に1回電話して、あ、それはしない、めんどくさいね。それはもはや付き合ったことない。ほぼね。そのほぼっていうのは、例えばよ。あ、例えばじゃない。だってさ、私本当にデートしたことないんですよ。でしかも小学生の恋愛とかだからね。それってさ、入るの、付き合うに。え、だって一緒にどっか水族館行ったとかないんだけど、これ付き合ってるに入るのかな。私本当にないの。ガチで僕信じてもらえないの、ちょっと嫌だな。でも命かけれますよ、それだけは。で、それで、そしたらオルガン坂生徒会の胸キュン妄想デートみたいなやつで初めてああいう、まあ、さすが、え、マジで持ってない。子供のね、めちゃくちゃ子供の恋愛だったよ。だって超子供だったよ。なんか何やにくん好きみたいな。いや、そんな何やにくんみたいな。だから
ほぼなくない？ないみたいなもんじゃない？ピアちゃんから電気欲しい。電気あげる。電気パワー、電気パワー、電気パワー、電気パワーあげる。ひなこたんの学生時代すごい好き好きアピールして、そう好きなところ。どうなったんだろう。あんま覚えてないし、誰を好きになったかマジで覚えてない。ひどいよね。あんま良くないよね。こういうこと言うの。やばいよね、二人っきりで。誰が好きになったのか覚えてないな。本当に覚えてない。なんか向こうが予定しがないかな。前は俺のこと好きだったよねみたいな、じゃないと、あ、そうなんだ、ありがとう教えてくれてってな。幼虫だったらさ、いや幼虫じゃない、普通普通キャ。いられなかった、いられなかった。ひなこちゃんほぼ楽しい。あ、ほぼって言ってる、ほぼって言ってる。お風呂入んなきゃ。結婚をするんじゃないか、おめでとう、どうしか言えない。エイタだけでチャイナが好き。私も。じゃあそろそろランチングムックな。ジュンさん、ブチーさん、ありがとうございます。ジュニーカナさんとマークナコシさん、ありがとうございます。11位ショート、ありがとうございます。10位イタさん、ありがとうございます。10位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。今日見に来てくださってた、ありがとう。8位くまじらさん、ありがとうございます。7位にゃこっともくなこしさん、ありがとうございます。6位あやちゃん、ありがとうございます。これもありがとう。5位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。4位ポーさん、ありがとうございます。3位クロキャップさん、ありがとうございます。2位カンナッピ、ありがとうございます。1位ヒラピアットマークひなこのメロメロさんでした。ヒラピさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと早い話だけどさ、誕生日配信する予定とかあるよ。誕生日配信するよ。
あ、する誕生日配信するよみんな。あと11月18日だからね、覚えといてね。ミッキーと同じ誕生日だよ。ハロウィン配信もやるよ。あと少しで誕生日来るだって。あ、じゃあお祝いしなきゃ。私もあと少し。そう、1ヶ月切った。生誕祭いつや。でも私もね、まあ、聞いてないのよ全然。いつやんのかな。じゃあ今からお風呂入って早く寝たいと思います。みんな見にしてくれてありがとう。バイバイ、おやすみ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 。